見てアリバイ崩し、ここに容疑者が映っちゃってるから、あ、見てアリバイ崩し。ソイソースチャンネル、見てアリバイ崩し、ここに容疑者が映っちゃってるから、これがアリバイになっちゃってるの、なんとかこの映像消す。ソイソースチャンネル。ちょっと日本語まずいな、なんだろう。おはようございます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 。ちょっとルミネ在吉本の楽屋なんで、はい、その3年目の元ファームクラスの僕らじゃちょっとはしゃげないですけど、全然もう喋れない。ちょっと喋れないで、ちょっと一番隅っこで、あの、何ですか。もうはっきりさせようと。なんで。いつも2人でネタ書いてて、鍋が台本結構メモ初期やってくれるんですけど、こいつ結構字書けないこと多くて。は？で、したらお前この感じわかるのかよって言ってきて、難しいやつ出してきて。僕はそれできないみたいな、なんかマウント取ってくるみたいな、そう、無理だよ、お前の、お前のバカなんだから、ダメだよ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 、お前のバカなんだから、だからちょっと今日はそれ決着つけたいなと思って、うん、作家さんが、にちょっと漢字の問題を出してもらって、うん、2人でちょっと勝負しよう。いや、マジで、お前、あれ、お前、ね、答えれねえからってボケんなよ。お前、ほんとそういうとこだぞ。あ、太ってるの。あ、太ってて、何が楽しいかわかんない。お前、背高いの、まだ自慢してるの。悪いかよ。おい、これ親から与えられた自慢すんな、万物の象徴なんだから。お前漢字使うな。お前象徴とか書けだろ。じゃあ一問目、はい、待ち、今のやつからいきます。象徴、いや待って、さっきまで分かってたのに。そんな嘘だね、嘘だね。いきます、せーの。鍋さんもカメさんも両方不正解。どっちが、ね、ショーはまずこれだね、象です。こっち、はい、鍋さんのその象徴の腸の右がの分やったら正解です。の分って、あ、の分です。あ、これ、あ、はい、あ、やったら正解。栃木、いきます。はい、チーズ。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。で、ナベさん正解です。え、ちょっとでもナベさん正解で、カメラは全然ちゃいます。こっちシャレ、シャレみたいな。全然ちゃうんですけど。何が奇変だ。いや、あの、でもちょっと一個審議いいですか。はい、僕ちょっと回す前に、あの、どんぐらいのレベルがいいですかって言って、ナベさん栃木ぐらいって言って、これ正解してまうっていうのは、確かに。だって栃木ぐらいなら、え、かけるってことですか。かける。あ、ちょっとダメだよそれ。じゃあちょっと僕のミスでした。ごめんごめんごめん。これカットです。ちょっと、いや待って、これ全カットで、はい、これ審議、ちょっと待って、これ審議だな。いや、審議、いや審議した結果おかしい、うん、え、ちょっとそれ審議だな。審議の審議いらないし。なんだよ、うるせえな、答えはな。お前、審議って書きてないだろ、バカ。審議なら書けるそうじゃねえんだよ。審議でお願いします。いきます。せーの、ドン。両方正解っすね。1ポイント。論破。弾丸。カタカナじゃん、それ。弾丸。カタカナじゃん。うわぁ、うわぁ、な、パーだよな。いや、飲んだな。飲むかい。いきます、せーの、はい。お前、うまい、これだ、これだ。2人とも不正解。お前、もしかして倫理の倫度だろ、お前。論、はい、論破。うわぁ、最悪。さっきもあったよな。な、象徴の時な。お前違うかい。輸出、簡単じゃん、簡単じゃん。うわ、こいつでも輸出は得意だからさ。輸出得意。お前輸入派だもんな。はい、せーの、ドン。両方正解するの。合ってんのかい、お前。既存、ん、既存。一個だけ俺、お前にヒントやろう。え、そうね、すごい気持ち悪い字なのよ。これ本当に漢字ってなるぐらい。いや、
ちょっと待って、俺もうちょっとある気がするもん。いや、そうなんだよな。納得しねえよな、こんなんじゃ。もう、損は1個なんだけど。確かにこんなんじゃ納得できないよ。うん。な、そうだろ。いや、これちゃいました。そうだろ、はい、分かってる。俺もいけるよ。せーの。両方不正。まず亀尾さんのは、まあ、確かにその分かるでしょ、この左側ですよね、それ。いや、その、まあ、それこれが正解、これなんですけど。何右、ああそうだ、フォークの左側ね。そうか。でちょっとあの鍋さん、これこれちゃう、ちょっと待ってください。これちゃうって言って書き換えて一緒同じの書いた。こいつ見方間違ってんじゃないかな。本当は合ってんのに、僕が騙しに行ったってことです。、うん、お前そういうことだったから、はい、騙されたな。心理戦ちゃいました。正解です。専門、うわいい問題じゃないですか。専攻の問題ってこと。いや、専門じゃないです。せーの、お、両方正解です。お前はマジで同じレベルじゃん。だから同じ大学の偏差値一緒なんだよな。範囲、範囲、はい、決着ついたか。はい、お前まず書くのに遅いからさ、お前。はい、せーの。まず亀さんは絶対ちゃいます。はい、え、鍋さんは竹冠ですよね。ん、竹冠ですよ。そう、正解です。ということでこの勝負、なべさんの勝利です。お前マジで頭悪い。範囲も書けねえのかよ。栃木も書けなかったしな。あ、敗北は書けるのにな。敗北は書けるのにな。敗北は書けるのにな。違うな。合ってるだろ。敗負ですね。敗北は北です。今、今、マジでかましてやろうと思って、聞いてもねえのに。